本日ご紹介させていただきますのは、マインデニムとダブルタップスのコラボの M65 をご紹介したいと思います。こちらの方は今年の1月に購入していたのですが、自分の持っているダブルタップスのアイテムの方を順々に紹介し、最後にこの M65 を紹介しようと思ったのですが、ちょっとあまりにも、えー、動画の方が 回数が多くな,るのでなかなかそうするとこの M65 の方が切れないと思ったのでもういきなりこの M65 を、えー、ご紹介したいと思いますそれでは見ていきたいと思います何度かこれは見たんですがこんな感じですね で、えー、こちらの方に、マインドデニムの紙と、で、レシートの方、で、ダブルタップスのタグ、で、えー、商品タグの方が付いていますね。マインデニムのタグですね、こちらが。完品ですよね。それでは、今から見ていきたいと思います。袋から。 出していきたいと思いますこういうのもねやっぱ自分は取っとくんですよねネイバーフットのサンダーボルトのやつも自分はこれ取っているのでこれをこういうふうに外します こういう袋ですよねこういうい袋は自分は畳んでで畳んで、えー、自分はこういったものは畳んでえっとあと付属品のこういう紙でダブルタップスの。 こういうタグ。そして、あと、レシートの方があるので、こちらの方も、こういうファイリング、自分は、あの、雑誌とかで、えー、自分が気に入ったやつとかは、こういう風に、えー、ファイリングしているので、これに入れていきます。えー、っと、このように、ファイリングの方を入れてみました。えー、これで、えー ダブルタップスの購入した M65 の、まあ、マインドデニブとダブルタップスのこの M65 の購入した付属品はこのファイルの中に入ってるっていうのが全てわかるようにしています。で、えー、あのナイロンは紙と紙との間に入れました。なんでかっていうと、熱のせいで、えー、あのナイロンの方が、このビニールと癒着して、あのー、台無しになると困るので、紙と紙との間にナイロンの方は挟んでいます。自分はこの、 こういうふうに完品のものは何かに保存していつも、あのー、保存をしています。ちょっと余談な話でしたが申し訳ないです。それでは、ジャケットの方を見ていきたいと思います。えっ、ー、と、こちらの方、ハンガーはダブルタップスのハンガーになっています。で、普段だったらこの辺に、あのー、テープがあるんですが、そ、まあ、あのー、そちらの方は今期はないですね。 で、こちらの方はボタンになっています。襟元はこんな感じになっていて。で、首元はジッパーがついています。で、えー、左ポケットにはビッグブラックブーツになっていて、こっちはダブルタップスっていう風になっています。で、サイドにはジッパーがあり、黒色のジッパーですよね。で、ポケットになっています。 いつもね、M65 ってこのタイプの素材がここについてるんですが、今回はついていませんよね。で、よくね、あの、自分はこの M65 とマフラー合わしたいんですが、ここの部分にマフラーが当たるとマフラーが傷むんですよね。で、この自分は黒色のこの M65 のジャケットと、グッチの GG 柄のマフラー、まあ、西毛蛇を首に巻くようなイメージで、 自分はあのー、M65 と巻きたいなと思っているので、こうなんですよね。あのー、あそこはここにあると、あのー、マフラーが傷むので、今季はもうほんとそれがないので安心ですね。で、ここも、このよう、まあ、上はボタンになっていますし、こっちはジッパーになっています。こんな感じになっていますね。これがフロントになっています。 かっこいいですよね。こんな感じです。バックシルエットはこんな感じになっています。このクロスボーンがすっごいかっこいいんですよ。この素材の。あの、ダブルタップスって結構クロスボーンのイメージあるんですけど、僕は怒りマークの方が、その、この C っていう G の似ているやつですよね。あのマークの方が僕は好きなんですけど、 ほとんどやっぱ M65 の場合はこのクロスボーンかサンダーのマークになっていますね。一度あのアベーシングエープの正規品なのかあのファミリーのために作ったのかわかんないですけど一度あのエープとタップスの迷彩柄で怒りマークの M65 を見たことありますがあれ欲しいなと思いましたね。あれ多分正規で売ってないなと思ってるんですけど一度見ましたね。 この辺もうかっこいいですよね。あのー、ピンで多分後ろのタグの方止めてるんですけど、それもちょっと見ていきたいなと思っています。バックシルエットはこんな感じになっています。で、クロスボーンの位置ですけど、やや真ん中寄りですよね。あのー、面のの時のクロスボーンはこの辺の上に白色で書かれてました。今回はちょっと真ん中よりも上かなっていう形のクロスボーンになっています。 それでは、えー、中身を見ていきましょう。これが、あのー、鉄で止められている部分のダブルタップスのマークですね。サイズは01ということは S サイズですね。で、自分は、あのー、タップスの M65 の M サイズを持っているんですけど、それをね、結構大きめだったので、あの、次回、そのタップスの M65 を買うときは S サイズにしようと思っていて、で、今期あのー、この、 M65 を買って S サイズにしたら、やっぱりバッチシでした。あのー、M だったら、まあ、02だったら多分大きかっただろうなと、自分では思っています。で、えー、ジッパーの方も、結構大きめのジッパーで、なんか軍事物っぽくてかっこよくて、で、裏生地がかっこいいんです、これ。ヒョウ柄になってるんですよね。このね、あの、ブラックのヒョウ柄っていうのも、なかなかかっこいいですよね。 この裏生地、裏生地、むちゃくちゃかっこいいです。でもう、えー、これは約あのー、8万0千円ぐらいするんですけど、定価が。もう今ではプレッチが出てて、まあ17万とか20万新品だったらすると思うので、まあ自分は本当にあのー、破格の価格でこれ手に入れられたのですごくラッキーだなと思っています。で、今季はこの M65 を着て、あのー、 この冬を楽しみたいなと思っています。まあ、あのー、ズボンはスウェット。あのー、ロアガンズとマスターマインドジャパンのスウェットで。で、上はこの M65。で、えー、首元は GG 柄のブラックのマフラーをして、あのー、歩きたいなと思っています。中のインナーはまあ、トレーナーか。あとは、あのー、T シャツ1枚でも全然いいかなと自分は思っています。こんな感じですね。 あと、袖の方なんですが、袖の方もマジックテープになっています。これね、ボタンじゃなくてマジックテープの方が全然いいですよね。こういう感じで。まあ、これ、あの、経年劣化で、あの、止められなくなったらまた、修理屋さんとかでちゃんとしてもらおうかなと思うんですけど、初期の頃のダブルタップスの M65 はボタンなんですよね。で、ボタンも結構かっこいいと思うんで、あの、自分、あの、ほんと初期の頃の タップスのタイガーカモの M65 を持っているので、それもあの順次、あのー、紹介したいなと思っています。で、この M65、本当かっこいいので、えーも、ちょっと余裕がある人は欲しいなと思う人はあのー、ぜひゲットして欲しいアイテムです。タップスの M65 好きの方には、このタップスのこのジャケットはいい,いいかなと思います。マインドデニムの デニムを使っ、デニム生地を使ったこの M65 は、本当かっこいいなと自分は思います。本日ご紹介させていただいたのは、マインデニムとダブルタップスのコラボの M65 をご紹介したし、させていただきました。